仁和寺はユネスコ世界文化遺産に指定されているお寺なんですけれども、西暦888年に第58代の宇田天皇が建立完成をさせまして、また御自ら出家されてお坊さんとなって住職となられたお寺になります。また仏様にはお供えをするのが習いなんですけれども、国の重要なお祈りをするために当時の最高のお菓子、またその他の果物であったりお花であったり、そういったものをお供えしております。そういったお菓子やお花や果物などを提供していただいたり、お供えしていただいたりしていたのが現在の御用達の始まりというふうに考えられます。